ありがとうございます。落語には出囃子が必要なので、今日はあの野村さんと対バンでやらせていただくので、ピアノで出囃子をやっておりました。文字浦新世と申します。しばらくの間お付き合いいただきます。なんですね、現代音楽と落語っていうのをこう組み合わせてみるというのがね、あの史上初の試みではないかと私は密かに睨んでおるんでございますが、あの世の中ではあのクラブミュージックと一緒にあの浪曲をね混ぜたりね、そういうのがありますけれど、現代音楽と落語がこれなかなか私はねいけてるんじゃないかなと思ってるんです。で、あれですよね、いきなりなんですけれど、金っていうのがあるじゃないですか。あれね、京都には金閣寺っていうのがありますよね。でも片一方には銀閣寺っていうのがある。大体あれですよね、金を扱ってるのに金を扱ってるのになんで銀行って言うんだい。あ、分かりませんね、それは難しい話ですね。だからあれですよ、金を扱ってるんだったら金行って言えばいいのになんで銀行なんですかね。あ、それはごもっともな話だね。なんでなんだろうね。あれね、私はね分かってんですよ。金閣寺ってね、金閣寺の強調してる形は、金閣寺、あ、金閣寺は金閣寺、金閣寺、金閣寺が金閣寺、あのどっち向いて喋ってるのか分からなくなってね。あの落語っていうのは面白いね。あのね、あれですよ、二重人格なんでね、あの一人でボケとツッコミやってね、そのうちねどっち向いてるのか分からなくなって、だから金を扱ってんのに銀行とはこれいかに、銀行とはこれいかに、だから金と銀っていうのはね、なんかね、金閣寺、銀閣寺、はい、あるじゃないですか。あれでね、私は思うんですけど、銀閣寺の方がなんかちょっと渋い感じがするんですよね。あ、点が2つついてるわけじゃないですか。木に点が2つついたら木になるっていう、あ、落音っていうやつだね、点が2つつくね。だからそれで私は思うんだよ、あの金閣寺よりも銀閣寺の方が渋い、強力なんですよ、エネルギーがね。ああ、エネルギーが強力、あ、点がつくとエネルギーが強力なんだね。あ、そういう話は他にもいろいろあってたね。母っているじゃないですか、お母さんのこと、
はい、あります。母、母がね、濁音がついたら何になると思う？ババアね、強調されてるでしょ、シワが増えてるんだよ、わかる？エネルギーが高いんだよ、母がババアになるんだよ。本当ですね。でも丸がついたらパパになりますよ。あ、いいところに気がついたね。そう、母、お母さんに丸がついたらパパになるんだ。これはなんか発見ですね。面白いですね、日本語っていうのはね。まあこんな風に考えていくといろいろありますよ。そうだね、本当にね、落語をやってるとね、どっち向いて喋ってるのかだんだん分からなくなって、誰が何をやってるのか分かんなくなってくるんですけれど、で話がだいぶ脱線してるんで、ちょっと元に戻すと、金閣寺ね、金閣寺ってあるでしょ、でもう一歩片っぽには銀閣寺があると。ああ、そうですね。でさっきも言ったように濁音がついてると強調されているっていうか、エネルギーが強い、意味はほとんど一緒なんじゃないかなって。金と銀、ああなるほどね、意味はほとんど一緒、金と銀、ああなるほど、そうですね、濁音がついてるだけだからね。それでね、私は思ったんだよ、京都には金閣寺と銀閣寺がある、あれはどういうことだって、金閣寺が隠されている。金閣寺、金閣寺っていうのはあのトイレのボットン便所のあの昔のあのあれで、まあ金玉隠すところのことを金閣寺って言うんだけれど、あれが金を隠している。は、金が隠れている。そういや御所の地下には金塊が隠れているっていう陰謀論的な噂がありますよ。だろ、俺の言ってることはあながち嘘じゃねえんで。心やから一体何ですか、あんたそれ、あの東京弁になりますね。ああ、分かってるだろ、頭ハゲてるからよ、髪型できねえんだよ。あ、面白いそういやあんた最近歯が抜けたから話し方にな、話し方になってんで、面白い。それでな、こっからで江戸幕府、徳川の埋蔵金がそこのね、江戸城の地下に隠されてる、あれの話もあんで、要するに金塊があそこに隠されている。それで黄金の国ジパングって言われたわけですよ、日本っていう国はね。でマルコポーロやなんたらかんたらが全員もうあのヨーロッパの連中がもう必死こいてここまでやってきて、方法の定義でやってきて、あっふっ見たら全員金を持っている。はっはっ、金金、うん、すげえ、金だらけ、金だらけ。これは一体どういうことなんだ。こっからだよね話は。で御所の地下には金塊が眠ってるね。それで、幕府は埋蔵金が金塊が眠ってる、莫大な金がこの国には存在しているっていうのはヨーロッパのさ気がついてたんだよ。それでコロナ禍でね、昔はペストかみたいなのでね、もう逃げ出してきて、この黄金の国ジパングにね活路を生み出して、ああ金があるぞ、あそこには金があるぞ、すげえよ、びっくりしましたよ、金だらけ。それですいません、金があるらしいですね。錬金術っていうのがね、ヨーロッパじゃ流行ってて、ニュートンなんかもあれ錬金術師だったらしいですよ。万有引力を発見したのは副産物であって、リンゴがこう落っこちてくるのを見て、あ、まあ、引力だってこうやって言うのは、あれは錬金術のその自分のも見出した答えみたいなのを隠すためにああいうことを言ったんじゃないかって。今の科学っていうのはね、デタラメなんだよな、もうわかるかい、
水平リーベ僕の船だとバカ野郎、本当にもうあんなことだよお前ね。だいたいあの電流で、あの微弱電流で測ってんだよ、計測してなんだかんだで、あの水素 と、酸素を混ぜたら、何水素と何で、わかんねえ、もうどうでもいいんだよ、何でもいいんだよ、もう科学式がね俺は嫌なんだよ。あれはもう、あの地学もそうだよね、天文学もね、だいたいね月は自転してねえだろ、ほらほら見ろよ、ずーっとあんなテントあるかよ。あれはな、お前人工衛星に決まってるだろ、本当冗談じゃねえんだよ本当に。陰謀論、すいません、陰謀論、陰謀論ですかねこれ、あれだろ、いかにしろ、何がフラットアース理論だよ、それ蚊取り線香の名前と違いますか、フラットアース蚊取り線香、バカ野郎、アリストテレスとな、お前な、お前あの何だ、レオナルド・ダ・ヴィンチじゃねえや、誰かお前縛り首になったんだぞバカ野郎、それでも地球は回っているなんて、本当に大変だったんだから、ね、みんなの苦労をね無駄にすんなって言うんだよ。それでやな、関西弁出てきたね、何だったっけ、金塊、そう金だらけや、あここでねびっくりしたんだよね、ヨーロッパの人間日本に来て、なんだこれ金がいっぱい、どうなってんだこれ、そしたらねカビ食ってんだよ、日本人みんなカビ食って、カツオ節あれカビですよ、カビ、魚にカビ生やして何年も置いてたあれくね、カナで削って出し取って、あうまいうまいってあれやってんの日本人だけ。あとぬか漬け、ぬか漬けもね、米の灰が、米の灰がをあんなにこう大量にかかっと集めてきて、それで、ね、それを、それこそ江戸時代から今まで、すでに200年、200、300年続いてるぬか床もあるぐらいなんでね、要するにね、俺もね、もう20年、30年ぐらいやってますけどね、ぬか床。死なないんだよ、ぬか漬け。カビは食える、カビは食える、カビ食えばしぶせの里に茶の香り、誰がまいたか朝の種、ビルの谷間にすっくと生える、伸びる草木のたくましさ、やがては背丈を追い越して、街は緑の海原となる。てけてん、ペン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 、ああ、ぬか床の中の愛憎物語。お、種さんよ。お前、梅の実だったらしいな。はい。そうです、久しぶりだな。お、俺はよ、森の石松って昔は言われてたんだけど、それの魂でこの間自流大名人で猿の腰掛けになってたのを拾われて、森島家のあのあれだ、ぬか床に入れてもらったんだよ。こんなところで種さんに会えるとは思わなかったよ。あいよ、あんたと私はもう昔っから繋がってたんですね。いい女になったな、しわくちゃだけどよ、昔おめえラム酒かなんかにつけられてよ、奴隷船の中でお前這いつくばってお前色物みたいにされてたけどよ、その頃も俺は随分世話にはしてもらったけど、ああ、今いい女になったね。あいいよ、私はね、種、梅の実の種です。だいたいね、梅の実の種は誰もぬか床には入れてくれません。そうだよね、だいたいトンカチでガーンって砕けて中のニンっていうやつを食われてるよね。それもだいたいそんなことすると少ねえ。そうですね、私はでもぬか床に入れてもらいました。ぬか床に入れてもらってだん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 溶けてあんたと一つになれている。おう、そうだよ、俺もよ、猿の腰掛けって言われて誰にも相手にされなかったんだよ、森の中で。
や別にいいんだよそれで、人間なんかと関わり合いたくはねえと思ったからよ。ところがちっちゃいガキが、父ちゃんこれ持って帰ってよって言って持って帰ってよ。そうったらその父ちゃん偉いな、え、ぬか床に放り込みやがって。あ、俺の思うつぼだぜ、自流大名人。え、雨竜山に住んでるね、自流大名人なんだよ俺は。その前は森の石松って言われてたんだよ。え、バカは承知のヤクザ者。ところがバカは死ななきゃ治らない。あ、死んだ先が猿の腰掛けの自流大名人だよ。え、バカは死ななきゃ治らないけど死んだ先もありますよ、ね、死んだらバカじゃありませんからね。生まれてきました私はね、ぬか床の中で誰さんと一つになれた。あいよ、私はね本当に嬉しいんだよ。あんたとねこうやってお話ができることが嬉しい。本当にあんたと二人でもう溶けてしまいたいね。ぬか床の中ではこういう風にラブストーリーが展開されておりますね。あのキュウリの古漬け、あれはねもうねエメラルドのように透き通ったキュウリのぬか漬け、紫水晶のように透き通ったナス、ナス、ナスが一番いいかな、つかみ女のネタの中ではね。なぜならばナスが鳴る。ああ、ナスが鳴るよ、ね、マイナス思考とかってみんな言うけどよ、マイナスごとにナスが鳴る。ほら見ろよ、田んぼ畑、ナスが鳴ってるよ。マイナスごとにナスが鳴ってね。だからそれを口ずすみながら細かく切るんだよね、ご主人様歯がありませんからね、もうスッと飲み込めるぐらい紙のように薄く切ってくださいね。人参、古漬けの人参、紙のように、パラフィン紙のように薄く切った人参を針のように細く千本通り。ああ、京都の通りの名前はあれですわ、漬物と関係がありますね、千本通りね。千本に刻んだ人参、生姜、仁王門、そら臭いわね、仁王門、仁王門通りで塩麹、あー来たね、塩麹なんてそのまんまじゃないですか、塩麹。あ、だからね、あの全部文化なんだよこれ、漬物の文化。京都はね漬物の町なんだよ、わかる。ここはあったら藤の森とか伏見とか言うけどよ、あれは分かるで、死んでないんですよ。へっ、伏見、ほらね、伏見は伏見、へっ、藤の森、藤の森。いやもうこれさ、もうシャレじゃないよ、うん、あのこれは語呂合わせでも何でもないんだよ、事実で。そういう音を持ってるんだからね、男と女は全部音でできてる。ほら見ろよ、音、女、ね。大人も音でできてるね。だから大人の男と女は全部音を持ってるんです。音ですよ。音が大事なんですよ。言葉は音でできています。意味と音でできています。さあ、こっから次元の話になりますね。1,2,3,4,5,6,7、 はい、宇宙は13次元、7を中心にして鏡世界。 1,2,3,4,5,6,7、 7が中心、はい、じゃあ8,9,10,11,12,13、 これ鏡で映っている世界。さあ、1は何でしょう。点はゼロだな。じゃあゼロでいいや、ね、インドもゼロだったからね。はい、さあゼロ、点が動いて線になる、これが1、線が動いて面になる、これが2、二次元、面、あ、面が動いて立体になる、これが3次元、3、立体が動いて何になる、時間になるね、時間になる、4次元。さあ、こっからだ。
4次元時間が動いて何になる？漬物になる。発酵します。本当ですよこれ。本当これが5次元アセンション。アセンションっていうのはね、昇天、次元上昇っていうけど、あれは昇天っていう意味ですよね。昇天は死ぬことっていうのとよく言われ、一緒に答えされてるけれど、死ぬってことはないんだよね。こうやって見てたら、ぬか床は江戸時代からずっと続いてんだからね、死なないよ。俺はもうずっと食ってんだよカビ。もう本当にもうカビ食ってますよ。食いました、もう食いまくりました。LSD がね、カビの研究から生まれたっていうのを聞いて、あっはたってきらめいて、食いました、食ってました、実験的に食ってました。それでもう嫌になるほど食って、もう嫌になってやめましたけど、腹は壊さなかった一回も。でもうそれでぬか漬け味噌汁、あこれでいいんだって、いいですね、ぬか漬けこれうまいですね。ぬか、ぬかって、ね、胚芽ですよ。胚芽、月辺に不死身の不って書いて、一数関数字の一ってつくつく、ね、これがぬか、あれ胚芽の胚っていう感じなんだけれど、なんだあれ、不、不可能の不に一、え、よく見りゃあれは平行線に矢印が上にこうなってるわけだ。月辺に矢印が上向いてる、ああいう感じなんだよね。月辺に上昇するっていう意味がある。これが胚芽です。胚芽、胚芽、胚芽の塊がぬか、ぬか床、それが発酵しているのがぬか漬け、ぬか床。死なない、もう死なない、もうずっと生きている。うまい、もう発酵すればするほどうまい。鰹節もそうなんですよ。あれ縄文時代からあるんだってよ、鰹節って。日本固有の文化、縄文文化。胚芽を食うのもね、どんぐり食ってたんだから縄文人はね。縄文人はどんぐりどうやって食ってたって、ね、そのままガリガリ食ってないって、漬けてたんですよ、漬物。だからね、俺もねやろうと思って、今度ぬか床にねどんぐり入れたらどうなるかなって。絶対いいよこれね。まだやってないですけどね、やります。梅の実は入ってますというような感じで、まあこのように私はまあ何の話をしてたんだって言って、金閣寺か銀閣寺か金閣寺か、京都の金閣寺のお話でございましたが、金は金でも発酵金。さあ発酵金にあふれたこの京都の町、こっからがまあ今日のお話の最大のポイントになりますけれど、錬金術、日本人はもうすでに錬金術を実現していた、その知識があった。徳川家康はそれを利用して参勤交代、米持ってこさせて代わりに金貨あげてたんだよ。どう思うんですか、それすごい、みんなびっくりして、もう米持っていきますよ。どうしてたと思う、江戸城でぬか床、ああで人間のクソを販売してた、売買してたんですよ江戸時代。わかる、これどういう意味か。徳川家康の江戸城の大奥はもう5000人ぐらい人間が関与してたらしいですけどね、5000人も目かけがいいのみたいな世界ですけど、それはどうでもいい。あそこにぬか床っていうぬかの部屋みたいなのがあったらしいんですけど、もうすっげえ臭くてもう近寄れないとか言って、誰も近寄るなって言って、実は何が行われていたか、なんだろうこれは、要するに売買してたんだよ、クソを、クソをね、売買してた、集めてた、ぬかと混ぜてた、これで金になったんだ。本当だよこれ、いや本当なんだから。この話平安時代をこうしてた、あんまり大きな声で言わない、もう言えない、飲食業でこんなことはやったらダメ、もうやめておきます、失礼いたしました、ありがとうございます。てん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 。
いや、それでは野村君と豊永君のデュオをお楽しみください。その前に DJ 藤田直樹さんどうぞ。ありがとうございました。